こんにちは、春風ツアーです。オーロラツアー、今回は北欧のオーロラ鑑賞時の服装について、レンタル防寒着について、ご紹介いたします。レンタル防寒着はホテルで借りるというよりも、ホテルの中に入っているツアー会社さんですとか、そういった業者さんで、借りるというのが、正しい認識です。こちら有料のレンタルスウェッツといいますか、レンタルスーツ、防寒スーツというのがございます。年によって料金は変わりますので、一応2013年から14年ぐらいにかけてはだいたい1日30ユーロぐらい、そして5点セットになっています。帽子、ジャケット、パンツ、もしくはズボンですね、手袋、そしてブーツです。北欧の場合には日本からお持ちになられるジャケットや中に着るフリースとかインナーダウン、そういったもののご装備があれば、マイナス30度を下回って厳しい寒さが来るというふうな状況でない限り、あまりご利用になることはないと思います。ただ日本からあまりその大きなダウンジャケットを持ってきたくないというふうなお客様の場合には、もともと現地で借りるということを想定して軽装で行かれるというケースもございます。どのような形であれ、もし急激に冷え込んだ時にはレンタル防寒着等をご利用にならないと、このような美しいオーロラが見えないかもしれません。今回のオーロラツアー、北欧でのオーロラ鑑賞時の服装について、レンタル防寒着についてご紹介いたしました。ありがとうございました。